皆さんこんにちは、花輪千恵です。いかがお過ごしですか？今日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、おうちで演奏第 8弾ということで、今日はですね、津軽三味線の基本的なというか基礎となっている曲を、聞きたいというリクエストにお答えして、こちら6段という曲を演奏してみたいと思います。はい、この6段という曲は、どの流派にも共通して、同じフレーズなので、皆さんも耳にする機会が多いんじゃないかなと思います。で、名前の通り6つの、段落に分かれてるんですけど、主に演奏されることが多い今日は、1段、2段、3段この、3段を演奏したいと思います。曲の、冒頭に、音合わせと言ったり糸合わせと言ったり、いろんな言い方があるんですけども、調弦をする部分があって、そこも、曲の一部に、含まれております。チューニングが言ったらもう曲の一部に盛り込まれてるっていうのが結構音楽として珍しいということでございますが、で、この音合わせ糸合わせが、ある方がなんて言うんでしょうね、津軽らしいと言いますかと言われておりまして、ちょっと余談ですけど、私が出場していた津軽三味線世界大会、ではですね、どんなに演奏が上手でもこの音合わせを省いていきなり、本編から始まる人はショーには入れないという都市伝説がまことしやかにささやかれていました。それぐらいですね、音合わせに全てが要約されているというか、このバチ付けって言うんですけど、後バチ前バチ、こういろんな技法が実はこの調弦のところでギュッと詰め込まれているので、もう調弦、音合わせを聞けばその人がうまいかどうかがもう分かる人には分かってしまうっていうぐらい、実はもう6段も本当に基礎ですけど、そのさらに基礎となっている、この音合わせっていうのも今日はありで演奏してみたいと思います。長くなっちゃいましたけれども、それでは6段、3段までお聴きください。Thank you.
談3段目までお届けいたしました、よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてリクエストもお待ちしております。では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。